次です。今日から7月、博多の夏の風物詩、博多祇園山笠が開幕をしまして、飾り山の公開が始まりました。そして今日は元日に起きた能登半島地震から半年です。中洲流れの飾り山に込められた被災地への思いとは。創業大正6年、福岡市に工房を構える博多人形の老舗、中村人形。その4代目の看板を背負い、100年を超える伝統を受け継ぐ中村博峰さん、38歳です。博多人形師として一人前と認められて10年目となる今年、三番山笠中洲流れの飾り山を手掛けます。みんながほら喜んでもらいたいんで、山笠ってやっぱダーンって元気になる、みたいですね。エネルギーパワーもらえるみたいなものをこうみんな期待してらっしゃるので、元気な感じがいいんじゃないですかね。中村さんが題材として選んだのは、安土桃山時代、幾多の困難に見舞われながらも天下一の絵師へと上り詰めた長谷川等伯です。能登出身の天才絵師をテーマに選んだ理由は、1月1日にね、地震が起きて、で、すごい大変な状況になってるって、テレビとかねSNS とかで知って、能登についてはすごくこう自分も何かしたい思いがあって、今年1月に発生した能登半島地震では、中村さんのものづくりの仲間も被災しました。いろんなね、友達何人かいて、こう工房でもう皿がもう何百枚も割れてる写真とか、輪島の町が火事でね全部なくなっちゃった拝見して、すごいね、なんかショックな、それで山笠の題材何かね考えるときに、その能登半島とつながるような題材がもしできたらいいかもなと思って。中村さんは2017年石川県で開かれた公募展で、80カ国およそ600点の作品の中から上から2番目に当たる優秀賞を受賞しました。中村さんにとって石川県は特別な場所だといいます。作風っていうか、なんかこの道に行けばいいんだみたいな、示してくれたのがその金沢での展覧会、そこがある意味こう作家としてこう大きいターニングポイントだったんで、ずっとあの町に対してはこう、感謝みたいな気持ちはあるんですよね。遠い場所だけど、その思いを寄せてる、その人間の思いみたいなものを神様に奉納する。そしたら何かそれが遠くね飛んで石川とかね、能登半島とかに届くかもしれないじゃないですか。祭りってそういうものかなってちょっと思ってますね。先週金曜日、中村さんが作り上げた人形が飾り付けられました。じゃあちょっと前に出してください。もうちょい人形回転、筆を引っ張り込む感じですね。はいはい、そうあれついたら、早っ。中村さんの隣で飾り付けを見守るのは、中村さんの兄弟子、溝口東洋さんです。溝口さんが手掛けた表は、戦国時代桶狭間の戦いでその名を轟かせた織田信長が題材です。いや、負けられないなといい意味で切磋琢磨して皆さん喜んでいただける山を作っていければなと思っております。今年の中洲流れの総務を務める西村守也さん、61歳。福岡の郷土料理おきゅうとの製造販売を営んでいます。実はおきゅうとと能登半島には深い関係があります。
給湯のですね、原料を、いわゆる能登の方から取っております。17年前にも、震災が能登の方でありまして、その時は入札ができなかったということがあったんです。今年の、正月の震災の際、またっていうちょっと心配があってですね、たまたま存じ上げている輪島の漁協の方に連絡を取ったところ、輪島からその船が全然出れないと、でもってその海女さんが全然操業ができないという状況を聞いて、本当何かの形でですね、能登の方に目を向けるきっかけになればという気持ちにもなりました。俺の流す流れの町々に、今朝、三番山笠中洲流れでは、櫛田神社の神職たちが訪れ、山に神を招き入れる神事、御神入れが行われ、中村さんたちが作り上げた高さ11メートルの飾り山が奉納されました。あっという間にいろんなニュースがあるから忘れられたり小さくなったりするんですけど、大きなもう災難はもうやっぱりずっと来たんでね、能登が今どうなってるんだろうとみんな感じれればいいですよね。無事に、制作してで飾り付けることができて、メッセージを、博多から能登の地に、送り届けることが、できるんじゃないかなと思って。能登半島の被災地復興への願いが込められた中洲流れの飾り山、祭りが閉幕する今月15日まで博多の街からエールを送り続けます。